ここがメンズ館なわけですよ。はい。なんとね、さっき今視聴者さんに話しかけられてですね、はい、店員さんが視聴者さんですね、はい、でしてるね、はい、中で撮らせていただけるというわけで。あ、そうなんだ。今から聞きに行こうと思ったのに、いいんだね、いいんですよ。虫眼鏡の出番はない。早速、はい、虫眼鏡ではない。どういうこと？虫眼鏡の出番はない。あ、そういうことですね。はい、じゃあ入っていきましょう。お邪魔します。お邪魔します。ひろくん撮った方が面白いんじゃないの今ちょっと。いや、大丈夫大丈夫。え、ああでもなんかデニムって言うと基本的に下半身のイメージがあると、なんかこういう感じで。そうですね、デニムシャツやデニムジャケットもありますね、うん、いやこれとしみつ喜ぶんじゃないですか。としみつも絶対好きだね。ここはうれしくなっちゃうな、うん、普通にお土産で、寮からのお土産でよって言ったらなんか無条件に、あこれかっこいいもんなんだって思い込んでね来てくれると思うんで、うん、指丸36インチ、としみつ30インチ。なるほど、芝居です、決めましょう。芝居、芝居のね、芝居確かにベスト着そうだな。うーん、足はよこれかな。あ、でかいな。 3L か、これじゃない。あ、好きそう。じゃあ芝居これで。はい、早いですね。哲也くん。はい、哲也くん足長、足長おじさんですからね、いろんな意味で。哲也くん足長いですね。あ、すごい、見て、これとしみつ。あ、多いな。意外着れない服。としみつ着、しか着れないよ、この服。いいんじゃない。え、かっこよくない。ちょっとかっこいい。ずるいんだけど、いいな。あ、やばい、隣に茶色がある。いや、それ茶色じゃないな。茶色じゃないですよ。どうしみつこれ D? M かな。 M だな、M かな、M だな。どうしみつデニム下がいいかな。かもな。やばい、これも凝ってたけど。じゃあそうしよう、両方買ってあげれば喜ぶから。うん、うん、うんうん。おすごい、メンバーカラーじゃん。すごい、耳がメンバーカラーじゃん。じゃあ俺青買おう。ね、どうしみつに見たり買ってあげて、芝居に、芝居に、芝居でも履くかな、うん、で、これね、夢はあれでしょ。そうだね、茶色、茶色、茶色は、うん、商品なんだから買う買う買う茶色のここですらはぶられる、うん、虫さんはじゃあ、うん、あ、茶色、こういうのどう。履かない。履かないな。そもそもデニム履いてない、見たことある。僕は確かに。なになになに、店員さんが、お、これはおしゃれなんじゃないですか。うん、小島デニム。へぇ、茶色ですよ。これ茶色だね。うん、これはまさしく茶色です。じゃあ僕これにします。おー、ちゃんと履いてくださいよ。履きますよ、もちろん。よっしゃ、小島ね。うん、じゃあ僕これにしよう、茶色だし。うん、てっちゃんに買わないとな、うん、てっちゃん、なんだろうな。てつやにおすすめのデニムある？オレンジじゃなくてもいいよ。てつや好きそうだなってやつ。まあまあおしゃれだな、普通におしゃれだな。うん、だ、哲也独特の下品さがないよね、ちょっとそうだね、ちょっとお上品。うん、かっこよすぎちゃうな。そしたらちょっと遊び心があるやつは。店員さんがデニムオンデニムでおしゃれだ。高橋さんね、高橋さん、うん、高橋さん、おしゃれ。この彼氏がファンのね、彼氏がファンだったらしいね、はい、うん、5色。あ、すごい、これ5色入ってる。これじゃあ絶対徹夜売り物になったんですね。そうなんです。これがクレイジーっていう商品名のジーンズです。これいいじゃないですか。それですね。それ徹夜に買ってあげよう、はい、かわいい、耳がいろんな。うわ、めっちゃいい。5色入ってます。徹夜何インチだっけ。徹夜どうなんだろう、31とかかな、30かな。え、そんな遅いの。俺が31とかでも、32とかでも履ける。そしたら、うん、股髪がかなり浅いので2インチぐらいちょっとアップさせた方が、なるほどね、いいかなと。じゃあ哲也33で、この辺が33です。おお、はい、へえ、なるほどなるほど、面白い。じゃあこれにしますか。うん、はい、僕は青の33ぐらいを。33か32ぐらいでいいんじゃないかなと思います。ちなみに何ですか、そのデニムのところで。ここの一押しのデニムは何。一押しのデニム、いっちゃん品質が良くて高級なやつは。じゃあ出た、りょうくんもまた一押し。違う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 、そしたら値段高い方が安心感あるじゃん。りょうくんはこの辺が似合いそうですね。おう、りょうくんがね、とどしめてたからね、デニムちゃんと履くの。うん、青いラインが入ってる、珍しい。どういう青いライン。はい、わかりますかね、
あなるほどね、の線が縦線が入ってるんですけど、ね、ここが、うん、まあ、昔のヴィンテージのジーンズを追ってるブランドになるので、うん、一つずつこう細かいところまでこだわってるブランドです、ね、僕これ買います。失礼しました。すいません、酔っ払ってるんですけど、うちの量は申し訳ございません、はい、ちゃんとお買い上げしますので。ごめんなさい、ありがとうございます、はい。あとはあもう6人、あ夢丸、あ夢丸、夢丸って何インチって37、夢丸36、通常でだから38とかでしょ。夢丸君こういうの似合いそうだよね、うん、これどう、ちょっとでも芝居とこれキャラかぶりしてる。あ芝居にセットアップで着てるの面白そうだけどね。あいつね、そろそろファラオから解放されますからね。そうだね。夢丸どうだろうな、夢丸すごいなんかルーズなスケッツなやつ、うん、入ってるよね。そうだね、こういうのって履いてるイメージあるの？あるね、ゆったりシルエット、うん、でもこれだけなんか夢丸ちょっとガチで選んでるかもなってな、うん、これにしよっかな。かっこいい、いろいろかっこいいな、ね、欲しくなっちゃうな。夢丸なんて言ってた？ 30?36 だから3、あいつ全部だからマジで38ぐらいでいいんじゃない？これはどうです？これはあの小島ジーンズっていうブランドで、うん、一番新作の似合いそう。これいいよね。これ今まで似合いそうですね。はい。で下をこうちょっとロールアップして履いてもらったらいいかなと思います。なるほど。はい、夢はこれいいか。うん。38でいい？いいと思う。36？ 36。これが36か。どう？入るかな今まで。お腹ポンポコポンだからな。どうだろうな、どうん、どこで履くんだろうこれ。夢丸。イメージして、イメージして、ちょっとでもサイズオーバーで緩めでね、ずるっと履いてもいいかもしれない、うん、大きめに1個上げとくか、サイズ38インチでしたね。ありますか。はい、夢村はこれにしましょう。はい、以上ですね。はい、負けちゃんけんで負けた方が買おう、あ、勝った方が買おう。はい、じゃんけんで買った方が全部買おう。はい、買いたいですし、それをみんなに買ってね、感じされたい。当たり前じゃん、友達大好きなんだから。最初グー、じゃんけんぽい、イエーイ、りょうくん、みんなに買ってあげる。すまん、りょうくん、すまんじゃなかった、いいなでしょう。みんなに感謝されて、羨ましいわ。履けました？もちろんですよ。ちょっと見せてくださいよ、スリムなんで。ええって何？なになになに、これ、何してんの？は？何してんの？そういうもんや、ズボンって。最初長めに作っておいて、それに合わせるために切るやん。切って、調節するもんや。そうなんだ。そうだよ。知らないのよ。俺あんま切ったことないんだよ。でも、あんま切ったことない俺なんだけど、マジで長いの、このデニム。あ、待って、マジ切らずにいけるの？いけるんだけど、長い。俺で長いってことは、みんなはもっともっとめちゃめちゃ長いわけよ。本当にこうなっちゃうと思う。うん、いや、普通こうなるよ。本当に長い。だからさ、あなたがおかしいからね。なんかそのさ、お前おかしいよ、ププみたいなさ、雰囲気作ってるけど、普通に、で、視聴者さんもね、実際に自分が履いてないから、虫さん足短、ププって思ってるかもしれないけど、普通に寮の足が奇形なだけだからね。違う。奇形はあなたですよ。だってこんなに腹筋割れててさ、こんな足短いなんて。可愛いって言われようとしてるもん。足短くて可愛いってやつか。マスコットキャラクターじゃん。足短くて可愛いことないだろ。でもこれさ、メンバーに買っててもさ、みんな足長で履いてくれないよ。え、だって別に直せるからね。あのイオンに直せるとかあるから。絶対に直しに行かないあいつだ。わかるもん、哲也が直しに行くと思う。あー、まあ行かないだろうね。どうしよう、なんとなくこれぐらいでしょっていう感じで直してたら、ここで。そういうこと。僕はもうなんとなく、なんか分からんけど、直してもらうつもりで思っちゃったけど、自分で。りょうくんって本当にさ、ズボン直したことないの？ないかも。え？服を買うときのこの待ち時間ないよ、とじゃ。そうだね。うわ、ちょっと、ジャンキー、ダメ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 、絶対ダメ。びっくりした。デニム屋さん、なかった。危ないよ、わかるけど、その気持ちは。どうしようね、てつやとか、まあこんなもんでしょって感じで切ってく。そうだね、じゃあ勘でみんなの分切っていきましょう。うん、あのし、としみつとしばゆ関係ないから、上半身だから。そうだね、夢もあると、てつやの分だけこんでるわっていう感じ、うん、足切っていっちゃいましょう、うん、はい。おお、かっこいい。僕もうちょっと切ることにしました。あ、そうなんだ。長いっす。まあ、りょうくんってロールアップしてるっけ、普段。ロールアップ1回ですね。はい、で2回折らないんだ。
2回夜ならハイカットとかなら了解です。じゃあちょっと哲也くんとゆめまるくんの分もね多分切ってあげた方がいいと思うんで、うん、噛んで切ってください。はい、まあ、あいつらの足こんなもんだろうとか。これゆめまるさんの。なるほどね。これはあれですか、この辺でやるのか。そうですね、ちょっとね、シルエットグルーズなんでちょっとダボっとしてもいいかもしれない。そうだな、一旦俺のデニムと比べながら切った方がいいな。うん、あ、びっくりした。よっこらせたわ。りょうくんの足の長さがそこだから。ゆめまるも哲也も別に足長いんだよな。あ、そうなんだ。長いっしょ。哲也はなんかすごいさ、うん、まああいつも足長いなっていうイメージあるけど、ゆめまるはね、ちょっとよくわからない。うん、確かに。でも、ゆめまるが細かった時はスタイルいいなっていうイメージだったから、うん、僕よりじゃあ1センチ短くしましょう。ほう。お姉さん、ちょっと返事が冷たかったね今。はい。これここでピン止めてほしいです。はい。まあでもあとはてっちゃんの分か。そっか。うん。てっちゃん足長いよね。てっちゃん足長いっしょ。あとてつやさんだけですね。はい。いやでも量より長いことはないからな絶対に。うん。でもまあ、うん、だいたい良ければ。いいと思うんで、まあ、今までどのぐらいでどうする。これでクソクソズルズルに余ったら、それはそいつが悪い。いや、おしゃれだなこのデニム。それいいね、うん、かわいい、かわいい。服着たことないのすごいな、りょうくん考えられないもん。こんなもんでしょう、はい、ゆみまるよりちょい長いぐらい。うん、 OK です。ごちそうさまです。はい。